はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、オール関東キャンピングカーフェア2023来てるんですけども、なんとですね、私の車を今回展示いたしました。そしてですね、今回ね、どういう形で展示しようかなということで、考えたのが、なんとですね、山ちゃんの仕事場でございます。見てくださいよ。実際ね、これ若干ちょっと演出入ってますけども、ほぼこんな感じです。こういう、充電もね、私 GoPro をたくさんこう使うので、やっぱね、足回りとか撮るので GoPro をたくさん使うんですけども、何になると充電でございます。もう充電がすごいこと。しかもね、今回ね、ちょっとやらせで、ドローンのバッテリーとかね、コントローラーも充電してますけども、こういう形でね、もう GoPro の電池からもう照明からね、もう充電大会になります。実際にですね、これほぼね、毎回こんな形で充電してるんですけども、そしてですね、ここ見てもらえればお分かりのように、実際にはベッドです。ここでベッドなんですけども、私の中では、寝てない時は空き地じゃねえかっていうところなんですよ。なので、寝る時は当然これ片付ければ寝れるんですけども、寝ない時には逆に言うとテーブルにしちゃえということで、こういうような形で、いつも仕事をしてます。で、大体パソコン2台使います。一つはね、データコピーしてるとか、そういう写真加工してる。でもう一つはね、なんと映像の、編集ということで、もうこういう形で、実際に作業しております。おしゃれというか、かっこいいというかね、自画自賛でございますけども、こういうような形で仕事をしてます。でこれになった時に、あれどうやって座ってんのっていうところなんですけども、なんとですね、座ってるのはね、こちらですね、見てもらえれば分かるように廃坑機の、クーラーボックスでございます。これをねずらして、これを椅子代わりにしてます。私椅子は椅子で置いちゃうと、またそれはそれで邪魔になるんで、もうねこういうクーラーボックス、利用してます。クーラーボックスのねお話は後ほどしますけども、これで、椅子として使用しております。ちょっとこれパソコン片付けてみましょうかね。片付けてみましょう。はい、で、見てもらえればお分かりのように、こっちにはですね、EF デルタ、ポータブルバッテリーですね、1500ワットぐらいあるはずです。こちらなんですけども、要は上にねドライヤーあるじゃないですか。お寿司くんを連れて行った時に、やっぱりねお寿司くんね、雨の中でも散歩するんですよ。そうなった時にやっぱりね、もうお寿司くんびちゃびちゃなので、ドライヤー使いたいと。で実際にドライヤーやっぱりね、ターボとかあると1200ワットぐらいいくんで、ちょっと容量っていうかね、やる気の、ポタ電を使っております。日頃なんでこれを使ってるかっていうと、実はねこうやって冷蔵庫回してますね。今、マイナス4度マイナス5度ということで、中には、ビールがキンキンに冷えてますけどもやっぱりね、仕事終わった後はビールですよ。ただビールとかジュースとかがやっぱり飲み物多いので、一つのねクーラーボックスを、これね実はね、クーラーボックスじゃなくて冷蔵庫、ちょっとねやっぱりね食品とかが絡み出すと足らなくなるんですよ。それで廃坑機の要は冷蔵庫をもう一つ用意してると。で今ねちょっともう中身入ってるんですけど、あ入ってなかったあんまり、こういう形で、これも2層に分かれてます。でこの廃坑機の冷蔵庫って、冷たいのとあったかいのがね両方できるんですよ。なので、冬場だと、ジュース入れつつ、でもう一つはね、あったかいコーヒーとかね、缶コーヒーとか、なんですか、今だとペットボトルで例えばホットレモンとかね、そういうのがあると思うんですけど、そういうのをね、温めることができるんで、このね廃坑機のは非常にいいです。実際には稼働は、これ当然100ボルトとか、つなげば100ボルトが稼働するんですけど、この子はね、なんとね、バッテリー、やっぱりね、廃坑機さん、ね、工事現場なんで、廃坑機さんはね、やっぱこう、バッテリーがあるんで、バッテリーでも駆動します。なので、例えば外とか、つないでない時とかでも、全然、バッテリーが稼働してくれるんでいいです。コンセントとかつないだりとかしてると、自動的にこれ、バッテリー充電しに行くんで、容量のね、容量っていうかね、電気の、あバッテリー充電してねえやっていうようなこともなく、使うことが可能です。はい。で、ちなみに、エンゲルさん。ね、サーフジ電機さんのやつはこれ2層です。で、若干ビール映ってますけども、こちらの方がジュース、これがね冷凍側ですね。で、こっちが冷蔵側で、冷凍の方が温度設定できます。こういう感じで、はい。で、冷蔵は、温度調整はできないです。ただこっちの冷たいのが、こっちに来る形なんで、こっちも、
普通に飲み物としては冷えてます。まあちょっとね、私キンキンに冷やしたかったんで、こっちで置いてますけども。あとね、私がよくやるのがこういう感じで、保冷剤をこっちで凍らせてます。でこれを凍らせておくと何ができるかっていうと、私ね実はねクーラーボックスたくさん持ってるんですけど、あっちにこうピンクのクーラーボックスありますよね。ここに野菜とか、そういうまあなんていうのかな、あの冷蔵までは いらないものを、入れて、でここにあの保冷剤、さっきの保冷剤を、入れてます。で保冷剤があったかくなってきたら、こっち の, あの冷えキンキンなあの保冷剤をまた入れ替えるということを実際にしております。はい。で次にですね、次に、まあ、ちょっと今回装飾だったんで、ああやってこうビール入れてますけども、まあまあ、あのビール飲みながらこう仕事をしてます。で、これ扇風機ですよね。で、なんで扇風機を入れてるかっていうと、実はね、エアコンついてるんですけど、エアコンがね、ま、やっぱ真下に行くんで、あの、前の方に空気回んないんですよね。なので、ちょっと扇風機で風を送ってるということをやっております。そして、まあ、ちょっとドローン置いてみました。はい、オリオンオリオンの、クッションブランケット入ってるやつですよね。はい、島村さんアベイルで売ってるやつですね。はい、ちょっと置いてみました。名門太陽フェリーよくね船利用しております。はい。でこっちがね、こういう形で、まあ、シェード使ってます。まああの今はねちょっとショーだったんで、前面っていうかね後ろと横開けてますけども、まあ寝るときにはちゃんとこうシェードしてるよと。で今回まあここにこう窓があります。で、窓からこう映像が見えるようにちょっと置いてみました。で、皆さんね、大体こう、なんか音がするので、ね、何かなって言って、大体覗きながら見てもらってました。はい。狙い通りでございます。で、まあ今回ね、お手伝いいただいた、サオリンゴさんが表紙で出てる、カーネルですね。こちらの方も置いて、一応アピールもしておきました。はい。で、ここ窓が、こんな開かないんです。はめ殺しっていう形になってるんですけども、この窓ですね、実はね、ATB グマさんにいっぱいあります。いっぱいかな、いっぱいあります。で、それをね、ガラス屋さんに頼んで、つけてもらってます。はい。まあ、ATB グマさんそんなことやってるんで、まあ、そこはね、ちょっとお問い合わせしてもらえればいいと思いますけども。で、あ、ちょっとね、さっき説明し忘れましたけど、ここに電子レンジあります。で、電子レンジはね、もともとなかったんですよ。で、もともとはね、この上で、チンじゃなくて、カセットコンロで料理してたんですけど、だんだんめんどくさくなって、やっぱり電子レンジ積みてということで、電子レンジ、積んでおります。こういうような形で私はだいたいハイエース作っております。初めてじゃないかな、ここまで皆さんにご紹介するの。で、これね、入り口の方なんですけども、こういう形で、要は磁石で、いろんなものをこう貼っつけてます。鉄板むき出しなんですよ。キャンピングカーは、いいキャンピングカーはやっぱり内装作るんですけど、私はそこまで、作ってなく、鉄板むき出しなので、ある意味こう磁石が使えます。で、だいたいキャンプ行った時に、あれ、スポンジどこ行った、あれ、軍手どこ行ったって大体なるんで、ここにもうこういう形で、貼っております。はい。で、あとですね、ここに入り口の方に、傘。これなんかまあ100均です。100均の傘です。もうね、これ磁石ね、あんまりやる気ないんですよ、これ。ね、こういう形の磁石、使って傘置いております。まあ、カタカタするんじゃねえのって言われますけど、まあ、いろんなとこカタカタ音するんで、あんまりそんなに私が気にしてません。気になる方はちょっと、やめた方がいいと思います。で、実際にこう上ね、電気、まあこれはなんていうんですかね、明るさコントロールできる、電気でございますけども、まあダウンライトですね、はい、そういうものも装備しておりますというところです。まあこの下はですね、ベッドの下はもう荷物大きいです。やっぱりね、撮影道具とか、そういうものが私たくさんあります。あの三脚から、例えばドローンのカバン、充電袋ですね、そういうものもたくさんあるんで、そういうものがもうこの下に収納されている。だからなので、まあ、今ねこういうちょっとイベントなんで装飾してますけども、基本的に上にはほぼ物はない状態ですね。なので、まあ広々と快適に、仕事をするときは仕事をする、寝るときは寝るという感じで、あのベッドを、有効活用してます。でそうなったときに、じゃあ前はどうなのっていう話なんですよ。で、前は基本的にノーマルです。ね。
もう純正のシートそのまま、要はあのやる気のない折りたたみシートそのまま、そしてもうそれこそね、あのバンのバーをそのまま使ってます。これ何かっていうと、タオルとかこう濡れた、あのお風呂入った後濡れたやつのもう物干し物干し状態です。はい、そういうような形で、もう洗濯物干してますよというところです。ね、こちらもね、こういう形で、吸盤たくさん、吸盤というか磁石かな、たくさんつけてこういう固定しております。でこれねコード、フロントの HDMI コードがねここ来てます。で、フロントの、サイバーナビの、画面のデータがそのまま後ろでも表示されるようにしてます。まあ、サイバーナビなんで、ネットつながるんで YouTube とか見れるんですけども、まあ、大きいモニターで見ようという場合はこれでつなげれるよというところです。で後ろに、スピーカーないんですよこの子は。なので、スピーカーをこういう形でつけております。はい。で、まあ、こっちがですね、ここが、まあ、あのお寿司くんが、お寿司くん寝るとこですね。ここでお寿司くんは寝てます。ちなみに暑くなって、エアコンつけろという時は後ろ行きますし、逆に言うと冬場だったら寒いんで、エンジンの熱を感じる運転席で寝てます。はい、もうお寿司くんのための車なんでこの車はね、はい、お寿司くんと旅するための車ですんで、お寿司くん自由に動きます。なので真ん中のねセンターコンソールのねボックスはね取ってます。もうねお寿司くんが行き来できないんで、あれがあると。はい、そういうような形で、この車は作られてます。なのでまあキャンピングカーっていうよりは、まあ、仕事車なんですけども、まあ、編集者の、ね、方はお分かりのようにもうねやっぱりあの会社止まりますよみたいなノリですそのまま寝ますみたいな。ただねこういう形で、エアコンついてたりとかいろいろしますんで、まあキャンピングカーっていうかね、こういう車中泊カーはもうあのみんなそれぞれだと思います、目的が。なのでまあ皆さんね目的に合わせて、選んでもらえればいいと思いますし、まあこの車自体はあの ATV 群馬さんで、私がオーダーを一個ずつ出して、それこそ一番最初にエアコンつけました。エアコンつけて床張りして、で布団引いて寝てました。そこからスタートします。そして、ベッドを作り、冷蔵庫先にあったな、ね、ベッド作って冷蔵庫固定して、棚作って、で電子レンジ乗っけて、で電気足りなくなるからソーラーつけてみたいなね、まあ、そういう形でどんどんなんか乗りながら作ってきた、車です。まあ、なかなかねキャンピングカー屋さんこんなことやってくれないんでね、ATV 群馬さん本当ありがとうございますという感じなんですけども、ただATV 群馬さんね、実際にキャンピングカーも発売してますけども、こういうような仕事も実際に受けてくれます。例えば床張りだけしてほしいとか、後ろだけベッド作ってほしいとかっていう、こともできますんで、そこら辺もね要ご相談していただければと思います。今ならね12ボルトの、車載のエアコンとかもありますんで、そういうのも取り付けてますから、ぜひご相談していただければいいんじゃないかと思います。はい、ということで、今回ですね、初めて私の車も初めて、こういうショーに出しましたけども、まあショーに出すのなかなかいいですね、楽しいです。なのでまた次回どっかで、展示することがあれば、まあもう少しねいろいろこう仮装したりとか、してみたいと思います。はい、ということで、長い時間見ていただけてどうもありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。